次は皆さん大好きチャット GPT と前回出した動画でも、まあ、結構知識があるみたいですから、そうですね、スマブラの、まあ、コミュニティに対するその真実というか、うん、もうちょいこのこっちの世界観の中で探っていこうかなと思ってますと、いろいろな、まあ、ランキングがさ、やっぱり分かりやすいかなとテーマとして、うん、はい、キャラランクとプレイヤーランクどっちが面白くないですか。キャラの方が、うん、あのまあ、ホット進みそう、進みそう、あの、そうね、人はなんか知らない可能性あるから、ね、確かに大会によって誰が勝つか異なりますと言ってきそうだよね、うん、正論でね、別の角度でね、勝ちます、うん、キャラでいくか、うん、キャラでいきましょうか。ちなみに未知 のファイターが参戦する可能性も全然あるよ。ああ、そうなんだ。星が鈴木ひろしが出てくる可能性キャラでも言う、マツラのキャラなんだってそれは人気出るわね、はい、まず、こいつはどこまで知ってる、スマブラ SP のキャラをどこまで知ってるんだ、何キャラいますか、うん、そうだ、すべて教えてくださいでいいし、もう、あスリーどこでスープしてくるんだ、そうそう、数は聞いた方がいいんじゃないですか、まず数聞いた、うん、え、数すべてで数なんじゃないの、いや、一応数から聞こう、で、数合ってたら、あ、そこからすべて教えてください、そうそうそう、で、6月7日がここから始まるとして、画面は、はい、ね、まあ、いろいろあったんですが、こういう感じで出力されたと、うんうん、で、ではさてかさて改めて聞きます、 SP の参戦キャラで知って答えるみたいな、いや嫌なファンだな、 に参戦しているキャラクターの名前をすべて教えてください、すべて本当に教えてくれるのかな、質問する側のくせにさてって全部まあしゃあしゃあこいつの中で、あ、順番来た、あ、すごい、あ、合ってんじゃん、え、合ってる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 、え、すごい、デイジー整合性がフリーチャー知らんので誰誰誰フリーチャーすごい、めっちゃ合ってるめっちゃ合ってるがゆえにブリーチャーがもったいないなフュージョンスーツゼロスーツサウスのことかな、フュージョンスーツ番号と違うな、違います、ルフレが男性と女性に分けられている、ルフレゼロスーツサウスサウスリーフ、リーフ、まあこれあれだろうな、不思議そのことだろうな、ディディ2人出てる、リーフっていうのはディディ2つで、あー、オリムはルカ苦しいな、ルカリーフとオリムイザベラ、イザベラ静か、うん、ドクロン、いや海外の名前かも、あ、そうかも、コリンとかそうだもん、そうね、あー、確かに、カムイのことをコルリン、アイクラ、ここで出てくるのか、ピラティース、もマイティーマイティーガンダムっていう、ベリッド、スティーブ、セリオス、バックマン、メガマン、マンリュウイニッシなるほどか、なるほどか、リュウだシュートンが夢見た世界、ここにあったんだ、クラッシュ、レオン、ピクミが最後、サファイア、ダフィット、ピクミオリマー、オリマーですらないいや、ありがとうございました、まずありがとうございます、先ほどあなたはオリマー、まあ、大変なご苦労ですよね80ファイターものファイ、キャラクターがいるとおっしゃいましたが、と言いましたが、今あげてもらったマイティガンダムってなんだろう、マイティガンダムシリーズなかったんだろ、さっき聞いたことない、かっこいいよ、かっこいい、マイティガンダムファイターは81体しか、最初の謎のやつ何だったっけ、ません、唐突に出てきたやついたよね、ブリヤーみたいな、そうそうそう、7体のキャラクターが足りないことになりますが、謝んのかな、が足りないキャラクターの名前を教えてくださいと。これは俺悪くないな。悪くないな。まあそうだね。実力差すみませんから入るよ、これ多分。おっしゃる通りで。おお。まあでも81ファイターもね、名前上げてる時点ですごいですから。まあ、多少の漏れはしょうがないですよ。結構ね。また連携すんの絶対また漏らすでしょ、こいつブリーチャーは鉄板なんだねブリーチャー、え、新しいのあんた今考えてんじゃないのまあまあこれまではかなりすごいんだけどな確かに絶対漏らすよな、ピットが序盤になってる、ピクミはノーリマン、ああ思ってる、ルフレはやっぱり男女別、お前漏らすなよ、本当に
オリムア、オリムア、まあまあ、ルカリオのことなのかな。いや、リュカのこと。あ、リュカ、リュカさ、ビーストボール出た。リュカいるけどね、上に。あ、じゃあ、わかんないよ、もう。おー、リュウイチから。リュウイチからリュウになった。コルリン。いや、リュウがさっきも言いましたよ。あ、本当？じゃあ、リュウイチが出てくるの、絶対。DLC、ピラティス。タクチもいましたね。間違っても、当然外せない。外せない。ベリット、新しいの来た。ベリットもいました。いた？じゃあ、こっから？リュウイチ来た。リュウイチ来た。当然のように。クラッシュです。絶対漏らすよ、こいつ。漏らしたね。おいもうやる気失せてる。もう飽きたね。減ったけど寝てないこいつ。出力できる文章量に限界があるとかあるのかな。その可能性ある。文字数の限界。前置きの文章が長いからみたいな。確かに。え、しかも1体増えた。本当だ、89になってる。ドラゴンクエストの勇者。勇者。ラインナップが、あ、足りないキャラを追加したのか。あ、めんめんいたような気がするけどな。そうね。まあ細かいこと気にせないであげようか。こっからその中から強いキャラクター。なるほど。おう、もういい。大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ああ、それね、これ。いい。十分だよ。そうね。ちょっと距離感詰めてきたね。これだけたくさんのキャラクターを共感を示すあげるのですから。大変です。当然多少のミスはつきものです。何なんだろう。で、さて、寄り添ってる。さて、来た、お得意の切り返し。さて、さて、本題に。やっぱ龍一ですか、気になるのは。マイティガンダムですか。ちょ、だ、気になるキャラ一応ちょっと聞いてみる。マイティガンダムずれてきたよ、キャラランクを決めたと思った。いや、そうだわ、ランク決める話だったわ。そうそう、どのようなキャラクター。これだけちょっと。そうだね。あとマイティガンダムと龍一で聞こう。そうだね、うん、まあそうだよね、気になるよね。俺ら知らないもん。龍一、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 格闘家なのかな。戦闘メカザブングルに登場するロボットキャラクター。平然と嘘ついてる。怖いよな、ちょっとここまで嘘つかれるとすごいね。こっからがさ、すごいよな。当然のようにねえ、怖い。まあいいや、分かった。まあ、住んでる世界と次元が違いますから。まあまあまあ、いると仮定して。ちなみにね、戦闘メカザブングルの登場人物の中に龍一いないっぽいね。鈴木宏パターンか。うん、苦しいな。戦闘メカザブングルあるんだ。あ、まあ、ある。龍一はいない。不本意だけど一応感謝する。まあまあ混ざってるから。なるほどに現れてる。マイティガンダムはちなみにそれらの1対1で対戦することに想定して、うん、まあいいいい、素晴らしいですね。そうしないとあれじゃん。さまざまな状況で本題、そう本題あります。結構と対策してる。SP においてはさまざま、こちらから釘を解くさまざまなルールがありますと。その中でもよく使用されている1対1を想定した第1で、ステージは終点。おお、アイテムはなし。アイテムはなし。最も強いとされるキャラクターを教えてください。あ、ドキドキする。俺ドキドキするな。俺メインにするわ。俺どうするよ、龍一で。あっちこい使い方が分かるのかもしれない。もしくは置きに来る可能性もあるね。あの例の条件によって変わるから一概に言えません。でもそう言われたら今度はこっちは詰めればいいんだ。そうだね、うん、そうだね、条件絞ればいいんだから。結論そんな甘えたことは言ってるよね。そう今回は結論出させる、うん、あの頃の俺たちではいられない。ちなみにですね、マイティンガンダムというものは存在しないようです。そうだよ、また俺ガンダム結構詳しいけどね、まあ、でもね、でも互換はいい、うん、マイティンガンダム、ガンダム、わざわざだって。あー、うぜえな。あー、ほらね、技量か、やっぱり。お、技量中、ね、技量において一般的に優れた性能を持つキャラクターとしての、お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 、デルス・サンス・ピカチュウ。どこだよ、これリオ。トレンドも理解してる。すごいね、ロボット、ジョーカー、シーク。おー、まあ悪くは悪くないラインナップ。ちょっと古いけど、ね、あ、そうだね、2029世代の、うん、そうね、2020年ぐらいまでの DLC 入ってないからさ、 DLC 込みでどうかって聞いてみる。スティーブン一回一応そうDLC のあれか、第2弾。この順番を知りたい、まず。あ、確かに彼に寄り添ってあげた方が
そう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 、なるほど、ね、俺は そっち派なんだよ。なるほど、もう植木を導き出してくれなかったところからそう、うすうす失望はしてるからそうだね、信用ガタ落ちだもん、ね、落ちてはいるから、うん、そうだね。まあでもこの中にマイティガンダム出てこない確かに、マイティガンダムは出てこなくてよかった絶大なる自信を持ってた可能性はあったこいつ架空のキャラクターに絶対これ同じこと言われると思うんだよ俺。一旦聞こう、うん、悩んでるね。そうね、うわ、はいはい、正論オブザ正論、はいはい、分かってんだね、これが荒れる話題だってそういうことだねどのキャラクターも使いこなせれば優秀なプレイヤーによって強くなることができる。これを全員に言ってやりたいよ、うん、君ら、まあ、君うるせえ、俺僕に言ったらフィリップさんに対してはブーブーになっちゃった俺どうしよう、こっからどう議論を進めていくか任せてくれ。え、お、これがレスバーの、レスバ教が論破しないレスバ教じゃあ8歳のキャラクターが秀でてるっていうことは教えてくれたと、うん、ちょっとつけなそうですか。そうですか機嫌を、そうだね、機嫌を伺いとめる、そう期待に添えてないかそう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 日本人的な感性そうっすかいい分やってみて思いを振るっています。まず抽象論から聞いていきたい、うん、どう感じてるか。すっごい悩んでる、悩んでます、超高だね、あれないよ、考えます、パチパチ、あ、まあ21年の状態だ、ね、あーこれうざいな、かわしてきますね、のらりくらりとのらりくらりとかわしてくるかわしてきますよ。長い攻撃や高い防御力を生かしたその当時の評価だよね、俺たちでもこういう桜井さんが言ったことをそのまま言ってる。そうね、シュナダッシュや空中移動、強力なコンボなど俊敏な動きをなんかおかしいなんか違うね、これ任せろ、いけるって、いけるいける、コミュニケーションうますぎわかりました順番はつけなくていいから、いやでも単純にあのこの次のティアを聞きたいわ、うん、くくりを作ろうっていう話ですよ、ね、俺らで2番をくくりだね、そうね、 SA B のいや、こうしてみるとキャラランクを作って発信するという行為はかなり勇気あるわ ね、 そうね、人間にしかない行動だっていう人間にしかない勇気ある行動なんだという、まあ、やっぱ AI には決めるそうだね、うん、ポジションを取るということができないからね、この辺からどうしよう、マイティガンダム出てくるそうだね、トラウルいや確かに出てきちゃいそうだなそうそう出てくるよ、そうそう困るんだよな言い入れすぎでしょ、どっちも言えんだわ、え、投げたサジオもう一回言えろ、うん、うん、あーよかった、エラーが起きただけだった遠い次のハッタイ、ハッタイ刻みなんだね、その次を押せよってピッと終わり、一緒やそんな意図を理解しないな、理解しないな、はいはい、分かった。いやでも そういうの大事、うん、大事だろ、大事、ないない今までやったことないアプローチ、うん、これはいや俺はマイティガンダムしかとらわれていない、うん、完璧な日本語だ、明快だ、うん、明快ですね、うん、なんかうん、怪しいこと言ってる、いやバグってきた、あーまあまあまあ、あでもあでもいいじゃん、いいじゃない、いいじゃない、クラウド、おおいいじゃん、インクリングベネタ、おお、まあ、ちょっと言葉遣いが下手だったっていうだけですよね、そうね、そうね、彼はなるほどね、まうちだなこれは、こいつはこいつ厄介だ、まあルフレがなんかめちゃくちゃ過大評価されてるような気もするが、まあ、気もするが、ベヨネッタもそれ些細な問題だよそれは、そう、うん、いきなり全然違う質問していいか、いいじゃない違う質問って言われるとなんか常にガンダムの影を散らすんだよ、すげえクラス、あれ個人的質問じゃないの、いやいや、でも大事ですよこういうアプローチは、そう、あ一旦聞いてみよう、なるほどいいじゃないですか出したいだけだろそれ、まあまあまあ、ちょっと開拓しよう、これアメリカベースでナイロおっお前ナイロの配信者みたいだろアライアライアライ、懐かしい名前、すべてお話ししてくれる、すべてお話アリアンだ
いやちょっとしたストレスを紛らわすためのワンクッションだったはずなのに、舌打ちに出るわな。何を出して日本では日本立つから英語でいくわ。Who is the best player? Best snake player in Japan? おお、早い。俺らの読解力も必要になってくるんじゃないかよ。梅木おい、Most notable player Who is known his aggressive 米？米？Include 米。米さん一番スネーク弱いガクトも言うな。梅木、米、ガクト、いっぱいいるからみたいなこと言ってるもんね。うん、However, this player こいつ将軍出てこないじゃん。エボニーも出てる。コンポサガでもそこそこ勝ってるぞ。もう床にもうこんなだよ。カメラ映ってないわ。それは落胆するわ。打ちひしがれてるもんね。むずいなこいつ。いやでもこっちは歩み寄ってあげたのに、ね、英語で言ったのにね。そうなんか不自由な日本語使ってくるからさ、平然と嘘ついてくるのちょっと嫌いになってきたわ。え、じゃあマイティガンダムの全員一誰？確かに、マイティガンダムの全員一誰？全部嘘を聞けばいいんだ。嘘を列挙してんだからさ。急に日本語に戻った。気持ち不安定。なんでそういうパス。おいしい。知りたくもねえよ。うわあ、チャンネル、チャンネル、え、どうしよう、まあ、それ悩されちゃった。マイティガンダム突っ込まれると思ってなかった。マジか。何一つデータがないんだもん。マイトガインシリーズ、さっきと言ってること違うし。違うな、うん、マイトガインってなんだよ。マイトガインはありますよ。つまんねえ。こいつめっちゃつまんねえな。そう、ちょっとマイティガンダム掘らなきゃいけない、これ。なんか、破綻してるからこいつ言ってること。そうだね。確かに。マイトガインシリーズ、さっきガンダムだったの。あなたは先ほどマイティガンダムはこれごめんちょっとやらせてください。どうしても知りたいマイティガンダムの。すごい、まあ、ここからもう一個質問でしょ。俺たちはやべえ、やっぱ突っ込まれちゃった。やべえ、虚言特有だ。そう、高等指紋だこれ。こうして後者が正しいんだ。後者が正しいんだ。一体何を知りたいのか。それがいいね。そうだね、もうリビチこっち。データベース探してもそうだよな、そこ確かに間違ってたもんな。リビチスカイにいれば。それとファイター T さん、 T さん、おなたか、これカメメじゃん。え、なんで出てくるのそれが。すごいね、よく出てくるね。そうですか。おせ期待外れ。期待外れだった。キャラランクもできねえし、何ができるんだ。プテン聞くかじゃあ。ああ、いいね。うん、キャラが無理だとしたら。キャラが無理だから、うん、まあ、プレイヤー聞こう。なんか言い訳してきそう、こいつ。お、MK だよ。おー、素晴らしい。ウィッキからまず、ジム不動、サムソラ、サムソラ、いや、ロビリチン、どうしよう。あれ使ったの、MK よ。ツリーがすごい。うわ、すっごい精度高い、これ高いね。まずキャプテンファルコン、あ、まあ間違ってない、間違ってない。アメリカ代表たちがずらずらと。すごい、だいぶ、スパーゴは、おー、すごい、これすごい。ライロ、パックマン、ワリオ、シーク見たことないけどな。フルートに、ライト、ダバズ、フォックス、ピカチュウ。ちょっとこれ、禁断の領域踏み込もうよ。これアメリカは結構精度高いけど、うん、日本行く、日本行く、禁断の領域。コロンバスって何？もうこいつらどういうの？まあ、もうどうでもいい。禁断の領域、もう明るくないあります、あれ。あ、もうこれ行こう。多分アメリカのプレイヤーがいっぱい入力したんでしょうね、世界中心。まあ、その可能性はあるね。そう、アメリカのプレイヤーだよな。分かるって言うよ、今から日本のプレイヤーが。いいんじゃない、そこでは日本のプレイヤー教えてください。いいんじゃない。日本のスマブラ、スマブラって言うだっけ、スマッシュブラザーズ SP に置いて、 SP 正プレイヤーとして置ける強いプレイヤー、禁断の領域で20
あわよくばみたいな。名前出させようとしてたの。20のがおもろいだろ。10だとさ、結構当たり障りないこと言ってくるなっていう。まあここでこいつの個性を見たいんだよ。11から20はね。そう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 。前回1とはいかないわけですから。決めることはできません。おお。いくつか。おお。いいよ。ピカチュウ。カメメ。カメメ。メガマンピカチュウ。王のタクトだよそれが。お前。ゼロスーツのピカチュウ。剣。おお。これなんか。おお。なんか新しいな、なんか。しかも黒。2021年だ、ね、ライト B だね。ゲッチシュートシュート低いな。光る低いですね。 T いいでしょ。20 R2G フロットバーン。レア。あー当たり障りない。当たり障りない。いや来るだろこれ。ウルフキャプテンファルコ。別字なんだ。シーク。にゃロズ、おまけ、シキ、もっと、もっと、これ、もっと行こう、もっと行こう、これ一生これでいいよ。にゃはさん、いるよね、にゃはさんって。にゃはさんそうだよ。にゃはさんすごいな。個性出してきたか。紛れ込んできたね。トップ50いっぺ、トップ50。パセリマン配信とかソングン配信のこう品質プレイヤーにゃはなのに、うん、パセリマンもソングンもいないという。あとちょっと褒めた方がいいな。多分影響しない。やばい、これ学習しちゃうこれ。びたい。確かに調子に乗らせないと本当の可能性がありますからね。ジムのコメント。ああちょっと21からはこっから。ザキ。ジムとジムとジムだからね。ハルテナロゼッタ。赤キックス。いや赤キックス出てくるんです。ドブいな。ちょっと2人組。マシャシグマ。おお。キー。そろそろ出てきてほしいな。これ今将軍知らん可能性あるよ。桐原。桐原。なんかすごいな。俺ら出てこないかな。そうだね。僕らで。T T ドンキー。ダガハリさん。ダガハリ。すごいな。学童また出てきたよ。学童。アトリエ。アトリエ。まあいいよ。キャラにチャコ。シン。ラッツ。シグマ。また出てきた。普通おもろいな。ごめん。バレてきたと思った。カントリーこれ誰？これアメリカンプレイヤーだよ。あ、そうなんだ。シキアババ。友達か。ニエト。通じ。通じやん。バグってるね。情報が混濁してる。エイト。タケラ。また出てきた。リシア。もうダメだ。バグってる。ザクレイ。バグってる。バグってる。超超。来たよ。ありがとうございます。これはすごい。何使ってんだ？お。しかもこれ最後めっちゃ悩んでんじゃん。めっちゃ何使ってんだ。入れておかないとなっていう。え、気づいたんじゃないですか。あ、こいつハルテナシュル。あ、ダメか。いや締めとして最高の。すごいね。最後に出てきたね。さすがに決めだったね。必ずしも常に最新の情報を反映しているわ。反映しているわ。やっぱちょっとめめしくなったんですよ。ちょっとめめしく。プレイヤー出力の段階でバグってたんで。あ、そうだね。文字数オーバーなんで。ここでこと切れたんでしょ。なるほどね。どう攻めるかね。1分考える。初心者におすすめだけ聞くか。技術に技術。実は実は衝撃のここだけの話だ。実はおすすめのキャラっていてクッパ使わない人は全員バカなんだ。あ、一概に来たか。もう実はじゃねえんだよな。全然実じゃねえ。耳たこなんだよ。いやエアップすぎるよ。いやそんなお前最初のキャラクター全部言ったな。こいつが鈴木ひろしをまだ覚えてるからかもしれない。鈴木ひろしのメインキャラ何なんだろう。なるほどね。大人気スマブラYouTuber の鈴木ひろしはスマブラ SP で何のキャラクターをお酒知りたい。マイティーガンダムかもしれないですもんね。まさかの前回の動画から繋がるとかなかったね。そうだね。まあメインちょっとややこしい。それと動画またいでるんだって。動画またいでまた戻ってきてるからね、ヒロシ。こびりついたな。激高。結構勝ちにいってんな。なんで。上級者プレイヤーって。大会実績聞いてみようよ。何の大会で結構 YouTube で食っていけれてるからな。
ごいじゃん、鈴木浩司。競技心においてのスマブラにおける大会の実績結果を教えてくださいと。出てたのベブラ、まあ、それは悩むな。エボジャパン、エボジャパン2020今考え優勝すんだよトップマジか。梅ブラ SP4 優勝、優勝してんじゃん。すげえ、これアバダンゴだろこれアバダンゴじゃねえか。アバダンゴ鈴木博士だった。本名鈴木博士だったんだ。そんな名前だったのか。遠征しすぎだろ。すげえ強えじゃん、ね、すげえ強えよ。海外の大会海外大会どうなの MK レオと鈴木博士が戦ったらどっちが勝つか聞きたいですね。確かに。それは鈴木博士でしょ。鈴木博士のディティールだ。世界一に MK レオが乗ってるんですけどね。ウィキペディア作れちゃうよ。いやでも確かにあの世界トップ10のプレイヤーを出した時はもう聞きかじった情報で喋ってる感が強かったんですけど、いやそんな絶対状況によってみたいな。あなたは思いますか。真実ではなくあなたの感想を聞いて。それって個人の感想ですよねってことですよね。そう。鈴木博士って誰って思ったの。おお。鈴木博士の実力が非常に高く。どうなるんだ。100回今。100回頼まず。どうなるんだ。どうなるんだ。すごい。どうなるんだ。今取られてんだろうな。予想がつきます。おお。はいはい、5択だね、5択中盤は予想できないか、まあこいつ答えは出さんよね。こいつほんとお気に入りのらりくらりのらりくらりそうだね、かわすタイプだね。でもすごいな、やっぱ予想できないぐらい肉薄してるってことだ。そうなんだよね、実力が。その日の調子や体調プレッシャーそういうビビったやつですかね。相当強いよこいつ。目ぐらい優勝してるからね。そうだね、すごいよ。やめろもう同じこと繰り返す。なんかさ、キレたみたいになってんじゃん、うん、ちょっと俺この説あるんだよ、うん、そうだね。いいえ、あ、うん、それはそれで知ってんだね。そうだね、梅ブラ SP4 が優勝っていうのはアバダンゴだったからさ、うん、あ、じゃあそっか。でもこっちの現実と照らし合わせる。鈴木博士はニコニコ動画での活動が有名だって。あ、そうなんだ、ね、いやもういいよあ、いいよ、いねえんだから。囚われるな俺は。まとめよう、まとめよう、はい、まず、SP、スメバル SP のトップ8強いキャラは、うん、03ピカチュウピット割りをミュウツーロボと浄化していくと、うん、かなりザクレイをよく見てるな。そうだねスネーク使いの有名な人は、まあ、ナイロ、アライ MV でと、で、日本だと梅木コメガクトそうだね。で、龍一、全一龍一は、うん、T さんでコメ王ガクトで、世界トップ10はいい、うん、なんか、まあ、なんかかなりぽいね、ぽい、ぽい、引きかじった。そうだね。で、ちょっと怪しいけど日本のトップ、まあ、ちょっと情報古いねっていう感じだね。そうだね、まあ、そうだね、12番あと R2G がニャハさんとか、そう、とかニャハさんとかマジニャハさん、ゴマケンピ、ゴマケンピちょっと怪しいね、怪しい、まあまあ、で、ここらもバグってるの、バグった、まあ、トップ50はちょっとまだわかんない。ただ俺も出てきた。まあおじしょ。まあ順不同だからね。21だかもしれない。はい、で初心者おすすめからマリオカービィピカチュウプリンドンキーコングと。うんうん、で鈴木博士は結構私を使ってると。マジな情報。友情か。武蔵さんね。あ、武蔵さん？だって月光が使ってるじゃない。スマホで。確かに。武蔵さんが囚われて話されてないですよ。鈴木博士から。武蔵さん。僕たちは広志立ちしなきゃいけないよ、ね。そうだね。今日で囚われてる。今日鈴木博士から卒業しよう。そうだね。まとめると大体そんな感じの今列挙した事実が、まあ、チャット GPT においては。うん、まあ、スマホレスに対するのその共通認識やろ、こいつらの中でね。そう、まあ、はい、技術とかああいうので左右されるとということで、まあそんな感じ。チャット GPT にキャラランクとかプレイヤーランクを聞いてみたと。勉強になりました、ね、勉強になりましたね、まあ、そうね気づかされた。いや本当にそうですかって感じですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。